矢崎拓也は東京都中野区出身のプロ野球選手、宇藤右内、広島東洋カープ所属。改名前の名前は加藤拓也だった。詐欺の宮小学校2年時に白鷺ヘロンズで野球を、始め、小学4年生から東京中野リトルに所属した。中野区立第8中学校在籍中は杉並シニアで星守を守った。慶応義塾高校に進み、 一年秋以降に投手に転校。一年生からベンチ入りし、三年春からエースに。三年夏の神奈川大会では八強入りを果たした。慶応義塾大学では一年春にリーグ戦デビュー。一年秋には急速時速 150km をマークした。二年春には4勝してチームの東京を6大学野球リーグの優勝に貢献した。四年秋には 東京大学戦でノーヒットノーランを達成した。大学時代は先発、抑えともに経験し、大学通算24勝をマークした。また、リーグの最優秀防御率を2度経験し、リーグ通算309奪三振、最速時速1 5 3トルを記録している。2016年の NPB ドラフト会議で、広島東洋カープから一位指名をされ、入団した。 また、同年11月5日に開催された、明治神宮外苑総研90年記念放納試合の、東京六大学野球選抜にも選出された。2017年、ジョンソンが陰闘園で登録抹消されたことで、4月7日の東京をヤクルトスワローズ戦で先発として、プロ初登板、9回一死で、ウラディミール・バレンティンに、左前ヒットを打たれるまで、 無安打無得点の投球でプロ初勝利を挙げた。2018年は一軍での登板はなかった。シーズン前に結婚し、シーズン終了後に妻の名字を選択したことなどを理由として、2019年からの登録名を矢崎拓也に変更することが発表された。二千十九年は五試合に登板した。二千十七年六月十八日ツダスタジアムにて二千二十年は、 2軍では8試合1勝0敗防御率2.33を記録し脱三振はイニング数を大きく上回る内容だったが1軍では6試合に当番で防御率9点台と結果を残せなかった2021年からは背番号を41番に変更した先発9円ともにこなせる力投型右腕大学時代で直球の最速は時速 153km 変化球は、落差のあるフォーク、スライダーを操る。足を高く上げるフォームが特徴で、境内のライアンの異名もある。大学時代は気迫を前面に出した投球スタイルで、活躍し、気持ちの強さがある選手である。対戦したいバッターは、境内の先輩の横を旬立て、山本康弘だという、加藤拓也に関するカテゴリー。ありがとうございます。